トラベラーチャンネル。こんにちは、トラベラーチャンネルのトビーです。ゆいです。今日は海外旅行についてお話ししていきたいと思います。海外旅行、今じゃ一般的になってきましたよね。なんでも2019年は約2008万人強の方が海外渡航されたというふうに言われております。ところで海外旅行、いつから行けるようになったか皆さんご存知でしょうか？ゆいちゃんは海外旅行いつから行けるか知ってます？終戦ぐらいですかね。もう少し後になりますね。初めての海外旅行は1964年の4月1日、まあ約55年前ですね。まあ、この年は大きなイベントとしてアジア初のオリンピック、東京オリンピックがあった年、この年に海外旅行というのは始まりました。まあ、1年に1回限定のパスポートが当時発行されて海外旅行へ行くことができたというふうに言われています。今のツアーなんかだと10万円以内で行けるツアーなんかザラにあるんですが、当時はですね非常に高額でして、ハワイ9日間いくらで行けたと思いますか？150万円ぐらい。お、もっとするんですよ。なんと400万円今の金額にしてね。ヨーロッパ16日間に至ってはなんと700万円と、はい、するツアーだったんですね。ただこれだけ高額なツアーでも当時、約12万7千人の方が初年度海外旅行に行かれたようで、それだけ皆さん海外旅行を欲してたということなんでしょうね。まあ、そう考えると今の時代かなりまあお値打ちにかつ手軽に行けるようになったと思います。この前の動画でもお話ししましたけれども、日本のパスポート世界最強ですから、ぜひまあこの状況が改善されましたらまた海外旅行へ行きましょう。ということで、この動画が面白かったよという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。終わり。